息上がってますけど。大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっとお知らせがあります。ですね、あと、ま、ちょっとこっちが案内がもうこれしかなくてなんですけど、まずあの来週ライブが2本ありまして、こちらが晴れ豆で20日の日にやるライブです。ニューヨーク在住の、音楽家の中村拓也さんっていう方が、まあ、来日してるんですね。来日とか、まあ、ちょっと戻ってきて、で1ヶ月ぐらいいろんなところでライブやってるんですけど、で晴れ豆でやるっていう時に以前あのコラボしたことがあって、あの僕とやりたいって言ってくださったみたいなんで、それで実現したと。で、まあ、あのプラスコントラバスの方が加わってということですね。まあ、ここにちょっとあのジョン・ケージとかリゲティって誰か知らないですけどね、のフェスティバルに同行したりとか、あとはローリー・アンダーソン、アート・リンゼとか、その他は知りませんけど、僕このアート・リンゼとジョン・ケージ非常にあの影響を受けたりしてますんでね、なんかまあそういう意味で言うと、まあ、非常に面白いミュージシャンなんで、もしお時間あったら20日の夜ですね、7時から当日3500円という感じになります。それでこっちがですね、来週の日曜日、ちょうど1週間後ですね、横須賀の塩入りっていう駅の近くでライブやります。ご夫婦でアーティストをなんですけど、こういうスペースを設けて、まあ、それもご自身たちの、活動の一端という意識でやってらっしゃると思うんですけど、デッドエンドっていうね、もうないみたいな、もう終わりですみたいな、そういうタイトルじゃないの名前のステージスペースです。そこで私が、あ、まあ、これどういうとこかっていうとね、じゃ、まあ、三浦半島って結構あの起伏が激しいんですよね。でもうちょっと行って住宅がなんかこの谷間を縫ってこうできてるみたいな、あんまり平地がないところで、そのない平地のないこのとこ住宅街があると、もう住宅街のどん突きのその奥はどうなってるかというと山になってるんですね、傾斜地。その傾斜地でやります。はい、もうまさにデッドエンドだと、ね、はい、でまあ屋外でやりますね。でそれでタイトルが正義というタイトルで、ジャスティス、ジャスティスって言うとなんか、ね、ウルトラマンジャスティスって言いましたけど、あのちょっと和らぎますよね、正義。まあ、正義の花を、正義というタイトルで花のパフォーマンス何なんだみたいな感じなんですけど、まあ、それを見ても楽しみということで。で、あの、ご夫婦でアーティストなんですけど、奥さんの方が今回僕の評論を書いてくださいまして、こちらに、ここからずらずらっと。で、いろいろとあの登場する名前がや事柄についての注釈みたいなのが下にこう入ってたりして、非常に読みやすい内容になってまして、まあ過去に僕のこと書いてくださった評論みたいなのあるんですけど、その中で一番いろんなことを言い当てていただいてて、まさしくこれ今現在の僕自身をうまく表現してくださってるなというふうに思っています。非常に気に入った文章です、ね、よかったらお読みいただければ、読み物としてというふうに思っております。塩入駅から徒歩10分で、 JR 横須賀駅からも徒歩18分で到着する場所なので、よかったらお時間あったら来てください、はい、天気いいな、良ければいいなと思ってます。あの野外でねライブやるって、ま、とにかく大変なんですよ。ま、何が大変かっていうと、もうこういう間がないんでね、曲がりゃもうちょこっとやりゃ形になるんですけど、もう屋外でなんかちょこっとやったってどうしようもないんですね。で、まあイメージとしてはもう
なんつうんですかね、お祭りの儀式に近いっていうんですか。例えばこうオープンエアだから、まあ、向かっていく先は地面を拠点に天に向かっていくしかないわけですね。まあ、お客さん見てる方がどっちかにあるステージみたいなのがあればまた別なんですけど、そうするともう上にもエネルギーがバーッとやって、そしてそれがふわーっと降りてきて、またそれが循環してわーっといくみたいな、なんかそのことによって作品がこうぐーっと出来上がっていくみたいな、なんとなくそういうイメージがあって、なんかこうわーっとなんかみこしを担ぐなんて、まさしくこう重いものを持ってうんうんうん上に向かっていく力をやってると、なんかこうその荒々しい行為によって心が清らかになっていくみたいな、なんかそういう感情がありますよね。昔ね、豊さん担ぐから ね、よくわかると思うけど、なんかまあそういうことに近いんでね、なんかかなり体に負荷かけながら、そして上昇させ、エネルギー上昇させていくみたいなこと、なんかもうなかなか大変です。毎回死にそうになってます屋外のライブは。本当もう途中でこんなのやんなきゃよかったなみたいな思いながら、もうクタクタになってやってると、なんかどっかでパーンとなんかこうタガが外れるんですか、ゾーンに入るみたいな。でみこし担いでてもあるでしょ、ゾーンに入る瞬間、ね、はい、もういや、いけるわみたいな、うん、最初肩痛いなみたいな感じなんだろうけど、なんか、ね、そこまでの感じになるんじゃないかと思ってますけどね。まだ明後日行って最終的にチェックして、前日も準備で行ってっていう感じです。はい、久しぶりのソロのライブなので、もう何もないです、その傾斜地と僕だけみたいな、わけわかんない